さあ勇ましい太鼓の音色とともに始まりましたまつりえれこっちゃみやざき2010。今年は街がシンクロする、これをテーマに2日間盛り上がってまいりたいと思います。さあ開会にあたりまして、まつりえれこっちゃみやざき振興会副本部長であります2010年度社団法人宮崎青年会議所理事長岩切貴則が挨拶いたします。皆さんこんにちは。大会副本部長、青年会議所理事長の岩切でございます。9年の歴史で初めて延期となったこの祭りえれこっちゃ宮崎、やっと予定より2ヶ月遅れて始めることができました。工程期の最中、消毒作業、ボランティア活動等を通してなんとかこの工程期が収まる活動をしていきました。そしてやっとこの9月に大会が、この祭りが開かれることになったのです。この2ヶ月間の思いをどうぞ存分に発揮して、いろんなダンスや演奏、そして観客の皆さんは応援をよろしくお願いしたいと思います。この2日間盛大に盛り上がっていきますよう頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは先ほどオープニングで太鼓の演奏をしていただきました社団法人宮崎青年会議所太鼓同好会の皆様です。それでは引き続き Jc 太鼓の演奏を皆様お楽しみください。